はい、こんにちは、タカです。昨日は大注目の CPI、 結果は予想を上回る数値ということで、なかなかこう数値上ではこのインフレが収まってこないですね。この結果を受けて2週間後に FMC を控えているんですけどね、 1.0% の利上げもあるんではないかなと、そういった思惑もあって、株価なんかは大きく売りが入ったりもしています。ただ意外な動きを示したのがドルですかね。まあ普段であればこういった状況になればドルは買われやすくはなってくると思いますけども、昨日に関してはこう買いが入ったり売りが入ったり、かなり荒れた動きになりましたけども、結果的には売りが優勢になっています。まあ、このあたりをどう捉えるのかですかね。原油なんかも下がってますからね。この原油というのもこのインフレに拍車をかけた理由の一つにもなってはいますから、この原油が落ち着いてくるんであれば、まあ、先行きこのインフレは収まってくるかもしれません。まあ、もしかしたらこういったのも少し織り込んではいるのかもしれません。ただ個人的にはこのファンダというのは、調べたりするのはまあ好きではあるんですけどね、ただトレードには全く活かしてはいないです。結果的にはやっぱりチャートの方から見てはいきたいですかね。では昨日のチャートを受けてどういった流れが見えてくるのか振り返っていきたいと思います。こちらがドルインデックス1時間足に冷やしを重ねています。まずは今までの流れですけども、これはもうレンジからのブレイク、強い上昇トレンドを見ています。このレンジは前回の FMC ですね。この時につけた高安、これをようやく抜けてきた、強い上昇の形が見えてはいるんですけども、ただ昨日一昨日とこの高値更新が止まってしまってるんですよね、調整局面。とはいえこの調整の波のサイズ、前回のこの調整とは全然このサイズ感が違いますんでね、この調整自体はすごく小さな動き、ただここにも小さな上昇トレンドが見えていますから、どちらかというと今のこの調整というのはね、この青い上昇トレンドに対しての調整局面かなと。この CPI の結果を受けて次の FMC が 0.75% 上げ、もうこれはほぼほぼもう確定、織り込んでる状況だと思いますけども、現状この 1.0% 上げも視野に入ってると、そういった状況が見えてくるんならドルは買われても良さそうなもんですけどね。ただこれは結果を見ていきたいですね。結果を見ていくと、昨日は売りが入っています。陰線なんですよね。高値を更新していません。結果が何であれ高値を更新することができなかった。昨日のこの CPI の結果を受けてチャートの方から見えてくるのは、買いが入ってくるような流れだったにもかかわらず高値を更新することができなかったという事実かと思います。まあ、今まで相当強いですからね、少しこう上値が重い状況になっているのかもしれません。単に調整を挟んでまた高値を更新してくる流れになってくるかもしれませんけども、まあ、少し引っかかる動きではありますね。少なくとも僕は昨日のこの結果を受けて簡単にドルを買っていこうとはこれでは思えないですね。次にしっかり買っていこうと思えるのは高値をしっかり抜けた流れ、こういった上昇トレンドがはっきり見えた時、もしくはしっかり押しが入った時、波の起点はだいぶ下になってきますんでね、少しこの調整のドル売り、こういった流れにも警戒は必要な、まあ、そういった流れになってきたようには思います。とはいえなんですね、昨日売りの方も入っていますけど大した売りもありません。実際チャートはまだまだ強いとは思います。ただそれならば昨日の結果なら高値を抜けていてよかったように思うんですけどね、まあ、結果抜けませんでしたから、今のところこう上限にカビが見えたことになります。前回もこのぐらいのサイズの足場を作っていますから、今回もこれだとまあ小さいですからね、もうワンサイズ大きなレンジそば、こういったレンジも改めて見ていきたいなと。となると今の現在地はレンジの高値圏ですね。これを見てもロングを見ていくのは少し怖いかなと。今まで相当このドルの強さを見てはいたんですけどね、高値を更新しなかったというこの事実を受けて、高値更新が見えてくるまではドル売りを少し僕は見ていこうかと思います。僕自身もこの期間ずっとドルの強さを見ていたんですけどね、一旦この流れに関してはもう終わりですかね。この売りの流れに警戒をしていこうかと思います。ただしこれ高値更新してくればこれは話変わってきますからね、今のこの根拠というのは高値を更新しなかったというところに根拠を置いていますから、高値を更新してくれば全ての根拠は崩れます。そうなるとまだまだドルの強さを見ていくことになりますから、ドル売りを見ていくんなら高値更新があるかどうか、これをまずはしっかり追っていくことになると思います。はい、変わりましてこちらが通貨の強弱チャートになります。このドルに関してはずっと今までね、まあ、強さを見ていましたので赤枠で囲ってはいたんですけども、今日からはもう高値更新、これが見えてくるまではドル売りを少し意識して見ていこうかと。ただし今までは相当強かったですからね、下がれば買いも入ってきやすい環境はまだまだ残っていると思います。突っ込んだところのショートなんかは気をつけたいですね。しっかり戻りを叩く意識でこのドルは見ていこうかと思います。ではこの弱くなるかもしれないこのドル、これをメインに考えていくんであれば強い通貨を見ていくことになります。昨日売りが入ったこの円なんかは少し難しい環境、まあ、この円も買いが入ったり売りが入ったりと少しよくわからない動きしてるんですよね。こういったわからない通貨をもう今は様子見でもいいのかなと。
それよりもこのドルとの逆相関の関係がまあすごく出やすいこの3通貨に注目ということになってくるんじゃないですかね。ここしばらくやっぱりドルに買いが入ってくると売りが入ってくる、ドルに売りが入ってくると買いが入ってくるという流れがこの3通貨はすごく出やすいですから、そうなるとまあ注目はドルストになってきますかね。ドルに売りが入ってくるんならドルストは底堅い動きになってきます。となると昨日まで相当弱かったこのユーロなんかは少し難しいかもしれません。パリティという形でね 1.0 を割ってくるかどうか、かなり市場でも注目を集めていましたけども、昨日も少し割れたんですかね。ただまあ少し割れたところで急に買いが入ってきて結果的にはサポートされています。まだ割れてはいないですからね、このあたりを見ても少し難しさを感じますかね。もしこのドルの弱さを見ていくんなら僕ならポンドやゴール、この2通貨に注目をしたいなと思います。もしユーロを見ていくんだればこれはもうショートの買い戻し期待になってきますかね。まあ、パリティに注目されてくるんならショートは溜まりやすい状況というのはあると思いますから、このショートの踏み上げ相場みたいな形が出てくるんならこのユーロドルも面白い流れにはなってきそうですかね。ただそのために売り注文が入ってこないといけないですからね、そういった値動きにしっかり期待はしていくことになると思います。まあ、基本的にはこのドルに売りが入ってくるかどうかをまずは注目してみたいですね。もう高値を更新してきてしまえばこれもこういった流れ見ていくの難しいですから、今日も引き続き注目したいのはドル、ただ今まではドル高を僕ずっと見てましたけどね、今日からは一点このドルの弱さを少し意識して見ていこうかと、となってくるとこのドルストなんかは底堅い動きが見えてきますんで、今までとは逆な動き、サポートをしっかり見ていくことになりますね。はい、変わりましてこちらがドル円の4時間足週足を重ねています。週足環境を見ていけば特に変化はないですね。強い上昇トレンド、ただこのあたりで調整の形は見えてきていますんで、この調整をどこまで見ていくのかが問題になってきますけども、今週も高値抜けてきつつあります。ただこれまだ今週閉じてないですから、このまま高値抜けてくればブレイクにもなってはくるんでしょうけども、これまでわからないですからね。さらに僕なんかこれドルが少し弱い流れも出てきやすいんじゃないかなと、そういう動きを見ていくんならこれ上値が重い状況も出てくるかもしれません。潰されてしまったらまたこれ上値が重い状況になってしまってレンジの高値にもなってしまいますからね、ロングを見ていくのは難しい場所というのがこの週足環境からも見えてきてしまいます。ロングをしていくかどうかは慎重になりたい場面にもなってきたんじゃないですかね。はい、こちらが1時間足冷やしを重ねています。まあ、すごく大きなこういったレンジも見ていたんですけども、なかなかこのレンジの下限まで来てくれないんですよね。127円からの上昇を見てましたから、これぐらいのサイズのレンジは見ていたわけですけども、もうワンサイズ小さなレンジもこの辺りに見えてます。まあ、どっちを見たとしてもこの辺りの値動きというのは高値をブレイクしてくるかどうかになってきてますんで、これ高値更新してくれば何も問題はないわけですね。強い流れを見ていこうとなるわけですけども、昨日ですけどもちょっと上値が重い状況を見えてきています。このあたりをまた再度小さなレンジとして今は見ているわけですけども、もしこれ安値を割る、下への流れが出てきてしまうと、結果このあたり高値を2回試して抜けなかった、ダブルトップのネック割れという形にもなってしまいます。この形が出てきてしまうとこれ週足環境で見ていくとこれヒゲになりますからね、ブレイク失敗という形に、まあ、上位足で見ていくとつながってしまうかもしれません。日足だと抜けてはいるんですけどね、この後の追撃の回というのが見えていないのが、まあ、少し気になるところです。またレンジの中に戻ってしまったらこの辺りはレンジの高値圏ですから、レンジの高値でロングなんか普通はしないと思うんですよね。ただこれを抜けと見ていけば押し目買いを見る人は出てきますんでね、ロングをしてくる人はたくさん出てきます。その結果割ってしまったらレンジの高値でロングが捕まってしまうと、あまりいい状況にはなくなってしまうように思います。そうならないためにはしっかり高値を更新してほしいところなんですけども、少なくとも昨日はその結果にならなかったですから、まあ、そこの部分に対しての警戒心というのは持ってはしまいますね。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。直近高値を抜けてきた強い上昇トレンド、ただ現在は流れが止まって調整局面、高安がある程度はっきり見えていますから、このレンジを見ていけばいいのかなと。高値を2回試しているこの動きが少し気になるところ。昨日これ抜けていれば何も問題なかったんですけどね、綺麗な上昇トレンドが見えていたと思いますけども、こうはならなかったわけですよね。綺麗に高値つら合わせ、止められた部分が137円の70から80あたり、高値を2回試して結果抜けなかったとなってくるんならまた売りの方が出てくるかもですね。さらに重要なのが今のこの波の起点部分、このネックラインと見てもいいと思いますけども、このネックを割ってしまうとレンジからブレイクした流れそのものがまあ潰されてしまうということにもなりかねません。これ月曜日にブレイクしてきてますから、週足の終わりまでに潰されてしまったらこれ週足全部ヒゲになってしまいますから、相当上値が重い状況にも見えてしまいます。
まあ、自分自身もねドルの強さは見てはいましたし、ドル円のブレイクの形もありましたから、目線としても全然ロングまでは昨日は見ていたんですけども、昨日のこの値動きによって一気にこう目線が変わってしまいましたね。まあ、積極的に打っていくかどうかは別問題にしても、少なくともロングは警戒はしたいですね。ただまあこれはもうこの高値、上値の重さを見ての判断ですから、高値抜けてくればこれは何も関係ないですね。高値ブレイクしてくればこれはもう強い流れということになってきそうで、137円の70、この辺りのブレイクがあるかどうかがまあ最大のポイントになってきそうです。まあ、言い方を変えればこの辺りをバックにしていけば、まあ、打っていくのも面白そうだということにもなりますね。目標はネックラインで見ていくのか、ネックを割れる動きを見ていくのか、この辺りはスタイルによって変わってくるでしょうけども、少しこの調整の売りというんですかね、ドルの売りの流れ、意識して見ていきたいとは思います。相変わりましてこちらがニューヨークダウンの CFD、 地時間足に冷やしを重ねています。昨日のダウンなんですけども CPI の結果、売りの方がだいぶ入ったんですよね。もうこれはもう当たり前だと思います。昨日の CPI でインフレが止まっていないという結果が出たわけですからね、まだまだこの金融引き締め続いてしまうと、それを思えばもう売りが入っても仕方がない部分ではあると思うんですけども、これ結果を見ていただきたいんですよね。下ひげつけて戻しています。これが何を意味するのかわからないですけどね、ただサポートは見えてはいますよね。下落の流れが見えていて、戻り売りを見ていくベア派の存在は見えてるはずなんですけども、ただこのようになかなか下がってこない。ここだけではないですね。ここもここもここもそうですけども、下に行こうとすると買いが入ってくる。ここの買いはどこから来ているのかですね。波の起点から見た上昇トレンドももしかしたら見えているのかもしれません。この3万ドルの後半あたりですかね。このあたりのサポートの強さを意識した買いが入ってくれば、今度は直近高値、このあたり試しに行くような動きというのが出てくるかもですね。ブレイクしてくるかどうかはこれは別問題になってきますから、これはわからないですけども、まあ、このあたりをレンジとして見ていくなら、底堅い動きが見えてくれば次はレンジ上限を試しに行く動き、こういった値動きには備える必要は出てくると思います。はい、変わりましてこちらが日経平均の CFD、 時間足に冷やしを重ねています。日経平均も同じような感じですね。売りの流れは強く出てますけども、今は流れが止まって調整局面、レンジが見えているんですけども、今の位置レンジの真ん中、少し手は出しにくい場所にはなります。ただこれダウと比べるとかなり底堅い動きになってるんですよね。ダウはだいぶ下の方突っ込んでからの波の反転なんかが見えていましたけども、日経平均ずっとこの辺りで値動きが止まってます。レンジが続いてるんですよね。この間ずっと下がりそうで下がらない、まあ、ショートが入りやすそうな環境はあるんですけども、下がってこないと、そういった値動きがありました。今回もそうですよね。売りの方が入ってもおかしくない環境だったわけですけども、結果としては陽性になっています。これも高値をブレイクしてくるかどうかは話は別ですからね。ここまで考える必要はないと思いますけども、一旦まあレンジ上限までの買いの流れは見ても面白そうではありますかね。この高値が 27,000 円手前あたりになってきますんで、まずはこのあたりまでの上昇、ロングの流れを見ていくのが面白いかと思います。相変わりましてこちらが金の CFD、 地時間足に冷やしを重ねています。これも CPI の結果大きく売りが入ったんですけども、そこからは急反転、かなりの底堅い動きを見せています。これ嫌な動きですよね。ここには売りのトレンドが見えていて、現在は流れが止まって調整局面ですかね。レンジが見えていたわけです。このレンジからブレイクした流れがあったわけですから、戻れば戻り売りが入ってきやすい環境はあったようにも思います。ただこれ結果どうですかね。戻り売りがたくさん入っている状況には見えますけども、なかなか下がってこない、ショートが捕まりやすい値動きのように感じます。こういった値動きから高値を更新してきたらどうなるかですね。少し走る場面もあるかもしれません。まだレンジからは抜けてないですからね。明確な方向、流れが見えてるわけではないんですけども、少なくともこの底堅い動きを一回見せてしまいましたので、まあ、短期的なショートを見ていくのは少し難しい場面になってしまったかなという気はしますね。やっていくならロングかなと。だから更新もこの短期的なショート、これを捕まえてる限りは狙っていけるんじゃないかと思います。まあ、とはいえチャートはこれだけ弱いわけですからね、戻りが入ったとてですよね、調整の戻りに過ぎないとは思いますけども、ただこの調整の戻りを、短期的にロングで見ていくのは悪くはないように思いますね。はい、変わりましてこちらが US オイル、原油になります。4時間足にシワシワ重ねています。いよいよこの原油がサポート割れそうな動きになってきましたけども、これ大注目じゃないですかね。まだブレイクしたかどうかは微妙なところです。今週のシワシもまだ確定してないですから、買いなんかが入ってきてもおかしくはないとは思いますけども、ただこれはもうずっと言ってますけども、高値を2回試して抜けなかった流れからの今は波の反転の動きですね。はい、同じチャートなんですけども、サイズの方を少し小さくしています。今囲っていたのがここの部分になるんですけども、この中の動きとここの部分と全く環境違うの分かりますかね。この原油の急騰のきっかけになったのがここの部分なんですね。高値を抜けてから一気に買いが入った130ドルをタッチみたいな動きもありましたけども、
この大相場になったきっかけとなった場所がもうこの高値なんですよね。現在このラインにぶつかったことになりますから、もしこれ割ってくれば一旦のこの大相場の終焉、これはまだ週足環境を見てますからね、すぐに決着というのはなかなか難しいように思いますけども、ただこの安値を試している、これだけでもすごく大事な動きのように思います。それだけ今この原油がすごく弱いんですよね。このインフレに拍車をかけたのがこの原油価格ということにもなってきますから、昨日なんかは CPI の数字上ではなかなかこのインフレは収まっていないという、そういった数値にはなっていたわけですけども、その割にはドルの買いの流れなんか鈍かったわけですね。もしかしたらまあこういったのを見ているのかもしれません。まあまだ割ってはいないですからね、波の反転なども起こるかもしれませんけども、少しこの原油価格の売りの流れ、強く出ているというのは頭に入れておいてもいいように思います。まあ、今週の週足の終わりに、注目はしたいところですね。はい、ということで、相変わらずドルは強い流れは見えています。ただその割には高値更新しなかったという、もうこれも一つの事実なんですよね。どっちを見ていくかというところは少し意見も分かれてきそう。まだまだドルは強いんじゃないですかと見ていくのも、これも全然間違いではないと思うんですよね。まあ、当然高値もブレイクしているわけですからね。この事実を見ていくんなら、押し目買いを見ていくと、全然悪くはないと思います。はい、ですけどもこれ週足を重ねています。この週足というのはあと2日で閉じるわけですけどもね、2日間かけてこれ売りが入ってしまった場合は、週足のブレイク失敗の形も見えてしまいます。昨日なんか高値更新しても良かった環境だったと思いますけども、更新しなかったのもこれまた事実ということで、高値を2回試して抜けなかったという流れ、ネックも割ってくればこれはレンジの中に戻ってきてしまいますので、この動きに対しての警戒心というのは持ってもいいんじゃないですかね。まあ、結局のところ何も決着ついてないですからね、どっちを見てもいいと思いますけども、上値が重い形は昨日で見えたように思いますので、僕は少しこの上値の差を見ていきたいなと思います。ただし、これ高値抜けてしまったらそういったことは言ってられないですからね、ショートしていくんなら高値ブレイクになった時にどうするか、ここはしっかり押さえていくことになります。あくまで調整ということにはなると思いますけどね、この調整のドル売りを、少しショートで追っていきたいとは思います。今回は以上になります。ドル円以外の通貨に関しては別動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼っていますので参考にしてください。それでは今日も頑張っていきましょう。